パリーグ、ロッテ0から日日本ハム25回戦、日本ハム18勝6敗1分け、3日、ドゾソマリン、試合には敗れたが、本拠地最終戦を終えてロッテ吉井監督は、花桜井で3着には残れました。これで日本一の可能性も残りました。ここで試合をできるように、心と心をつないで頑張りますとファンに誓った。シーズンは残り1試合。 3位を確定させたチームは12日から日本ハムと敵地で CS ファーストステージを戦う。本拠地に帰ってくるためにも日本シリーズまで勝ち抜く覚悟だ。